テレビ東京系6局ネット世界同時期放送&配信中のシリーズ最新作ウルトラマンアーク、毎週土曜前9時の8話、インターネットカネゴンが31日に放送された。新テレビシリーズウルトラマンアークは、子供たちの夢見る力をかきたて、希望に満ちた明るい未来への架け橋となる作品を目指し、ウルトラマンの世界観を通して世に送り出す、明るくハートフルにして勇壮なヒーロー像を描く連続特撮ドラマ。遥か彼方の銀河系から地球へ降り立った光の使者が、豊かな創造の力を持つ主人公飛瀬ユマ、戸塚ユキと一体化を果たし、新ウルトラヒーローウルトラマンアークの巨大な姿となり、迫り来る危機から人と地球の未来を守る物語となる。ユマは怪獣災害を未然に防ぐための科学調査を行う、怪獣防災科学調査所、通称スキップ、スキップに入所したばかりの新米調査員。優しくまっすぐな性格で、町の人たちにも愛される元気いっぱいの青年で、父親から授かった走れユーマという座の名と心を一つに、本作主演をまっしぐらに走り抜ける。